こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。今日すごい風がビュンビュンで、あ、もう葉っぱが舞ってるよな。あ、まあ冬だからな。そう、もう冬なんだよね。暦の上では冬なんだよね、うんうん、そうだよね、うん、でまあね、今年もあと一月半だね。ね、でまたね、まあどんな一年だったか振り返りながらねそうだね、だ来年2018年なの。そうそう、18年、ね、うん、どうなるんだろうなんてね、うん、まあなんだかこうウキウキするような、うん、うん、毎年ほら年末やってるじゃん、今年の1年を漢字一文字で表したらみたいなね、うん、そうだよね。何をみんな選んでくるか、うん、うん、そうだね。面白いね、うん、うん、まあね、まだ来年のこと早いかもしれないけどな。いやでもね、昨日本屋さん行ったんだけど、うん、もう来年の手帳とさ、うん、手帳はもっと前からだよね、10月始まりが多いからさ、うん、手帳とカレンダーがすごかったよ、うんうん、ああそうか、うん、そういう時期だよ、うん、そうだね、うん、うん、まあそうやってこう繰り返されていく、うん、ね、そうだね、うん、あとね、ほら私タッキー先生のカード占いの鑑定士じゃないですか、うん、そうすると毎年ね鑑定書っていうのがあって、うん、まあカード占いの場合は旧暦なんだけどね、うん、だから来年の1月1日がお正月ではなくて、うん、2月のあれ16かな、うん、うん、が要は旧暦のお正月になるんだけども、うん、そこから1年どんな風になるかっていう鑑定書っていうのを毎年作ってるんですよ、はいはい、それの申し込みが昨日から開始されて、うん、あ、そう、もう早速ねお一人毎年申し込みさせてくださってる方が、そう、夜なんだけど、私がちょうどパソコン向かってる時に、うん、今年もお願いしましたってメッセージくださって、うん、ああそう、うん、すごい当たるってその人言ったの。ああなるほどね。だからなんか毎日読むわけじゃないじゃん、うん、ふとなんかどうしようかなと思う時にやっぱ開かれるんだと思うんですよ、うん、だからなんか当たってるっていう、うん、そんなこと書いてくださってね、メッセージでね、うんうんうん、ぜひ皆さんたくさんの方に申し込んでいただきたいと思います。なのでこれはね、私に申し込むんじゃなくて、うん、タッキー先生のサイトがあるんですよ、そのカード占いのサイト。あ、そう、うん、そこに入っていただいて、うん、そこから申し込むんだけども、まあ、メッセージ書く欄に「小原田博美」って入れていただくと、うん、私が鑑定書を作らせて。ああそう、それは何、何で見るの、ね、ホームページがあるの、私のホームページにも上げたし、カード占い鑑定書であるし、うん、楽天のブログにも昨日上げたし、うん、あとフェイスブックにも、うんうん、あとほら鑑定士の仲間っての日本中あちこちいるからさ、うん、あちこちの鑑定士もこう昨日一斉に上げてるよ。あそう、昨日からもう募集開始だから。あそう、うん、で何、どういうことが見れるの、その鑑定書で。まずさ、うん、カード占いを知ってる人も知らない人も、うん、ほら昔流行ったさあるじゃん、うん、なんだっけ、動物占いで、あなたは例えば、うん、ゾウですか、うん、なんとかですと同じように、うん、まず自分は何の体ちゃんなのか、うん、あなただったら左脇じゃん、うん、私ならすねじゃん、うん、まずそれが書いてあって、そのことがいろいろ細かく書いてあるわけ、うん、すねの特徴とか、うん、左脇の特徴とか、うん、で今年の流れ、運気の流れ、うん、まあ、1年間どんな感じになるかっていう、うん、まあ、年運っていうものがあるんだけど、うんうん、それが書いてあって、うん、あと、まあ、今年のその例えば私なら私の、まあ、展望だよね、うん、何月にはどんなことがあってどうなってどうなってみたいな、うん、そんなこととか、うんうん、あと、まあ、宇宙のリズムに従ってこんなことが起こるでしょうってことで、どういうふうに対処したらいいかとかね、うん、そういうアドバイスが載っていたり、うん、あと、まあ、体占い、まあ、おなじみの人はおなじみなんだけども、例えばあなたと私の関係だったら、うん、ベタボレされるされちゃう関係っていうのがあって、うん、聞くことだったらムカムカすると安らぎの関係っていうのがあるんだけども、うん、じゃあその関係って何なんだいって、うん、でその関係が自分のお友達の体ちゃんが分かれば、うん、私この人とは例えばムカムカの関係だったんだ、うん、そういうのが分かるような表がついてたりとか、うんうん、そんな感じの流れですね、うん、例えば自分が何か知りたいこと、それをこう何かこう伝えてくれるとか、うん、そういうことではないわけだ。うん、だからそう、まず1年間こういう、うん、まあ、でも占いの本ってそうじゃん、うん、今年はこう例えば、うん、なんとかに気をつけましょうとかさ、健康に気をつけましょうとか、うん、新しいことを始めるにはいい年ですみたいな、うん、そういう感じなんですね、うん、でもしもっとなんだろう、もうピンポイントで、うん、例えば今年自分は例えば進学なんだけども、どっちがいいか迷ってるとか、うん、なんとかとか、そんなことだったら、まあ、逆に言うと それぞれの鑑定士が鑑定もできるし、うん、ぜひ私のサロンでカウンセリングだったりとか、うん、カラドラ内を使ったね、うん、セッションもやってるので、うん、そういうの申し込んでほしいなと。なるほどね、うん、ただもうかなり細かく一年の流れは見れる。ああそう、その人にとってのとこね。そうそう、だからただ、うん、あくまでもその人ってもさ、カラダちゃんは27に分類されてるわけだから、うん、
でもその人コアな部分もちゃんと鑑定士が一人一人見て、うん、書いてるページもあるんですよ、うん、その辺が面白いところ。ああ、その人の個人のね、そうそう、だから、うん、例えば私はスネです、うん、また A さんというスネの人がいたとしたら、うん、まるっきり一時一個同じでない部分があります。ああ、そういうことね。あなたはスネですとかさ、うん、今年はこんな流れですってのはもちろん同じで共通だから、うん、それはそうだよな。だってそれだったら27種類用意して配ればいいんだからな。そうそうそう、印刷すればいいだけで、でもちょっとその人に向けたメッセージっていうか、うん、アドバイスの部分が、うん、そこがまた、うん、それは大事だよな。うんうん、その方の特徴をつかんで書いてるところがあるんですよ。うん、それは大事だよな。うん、ね、よく、何年は何だとかさ、うん、まあ、決意型もそうだよな。うんうん、まあ、細かくは個人のもんじゃないからな。うん、もう大枠に大きく分けた、ね、うん、中で、うん、A 型はこうだとか、そんな話だとさ、うんうん、まあ、それはそれでね、うん、一つの傾向にはなるけど。うん、だからそこが面白いところよ。うん、だそうじゃなかったら鑑定士いらないわけだから。そうだよな。27通りオスの通り作っといて、うん、申し込みがあったら「あのすねの人」ってバーッと印刷して、うん、あ「左脇の人」ってバーッと印刷して、うん、ポッと出せばいいわけでしょ。そうじゃないところがあの鑑定書のいいところ、うん、だからやっぱり毎年こう申し込む方がいらっしゃるって、うん、そういうことだと思う。まあそうだね、まあ、もちろん年は毎年変わるわけだからね、うんうん、そうだよな、うん、まあそういうこうね星の動きも違うわけだし、うん、ねっそういうものとの関係っていうのはね、うん、年によって絶対違ってくるよな。そう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 、うん、まあ来年どうなるかっていうのはさ、うん、まあ、みんな興味あると思うし、うんうん、やっぱり1年のスタートとしてね、うん、やっぱり来年はこうなんだこうしようとかさ、うん、あるじゃんやっぱ、うんうん、そうだよな、うんうん、まあでもそう自分のねこう意思っていうのも大事になってくるからな。そうだね、そのこの自分の意思とその星回りと、うん、それとのこのうん、なんかこうつながりっていうかさ、うん、関係によって動きが起こってくるからね、うんうん、やっぱ昨日のブログかな書いたけど宇宙の一員なわけですよ、うん、私たちっていうのはさ、うん、だからやっぱりその星の運行とかさ、まあ、インド先生って言ってやっぱり思うけどさ、うん、ホロスコープ見てて思うけどさ、うん、やっぱりこの星が強いからこうなるよねとか、うん、この星のこの部分が出てるよねとかって、うん、あるもんね、うん、これは面白いなと思う、うん、もしもっと可能だったら西洋占星術も勉強してみて照らし合わせたら面白いかもしれない。まあね、それはそうだよな、裏表だからな。そう、西洋占星術は太陽と言われ、うん、インド占星術は月と言われ、うん、表と裏と両方と、うんうん、面白い、ね、両面人間もあるからな。もちろんもちろんもちろん、うん、そうだから、まあ、そういうこと言い出すとまたキリがないからな。そうだから、じゃあ全て乗らないよね、うん、例えば、うん、風水からさ、なんだっけ、あの液からさ、うん、地中水明から全部やらないとダメなのかってなるから、うん、そうだから人間ってのはさ、だからいろんな多面的、うん、もう無限にある見方がね、うん、される、うんうん、でその中でまあ一つの方向性っていうのをね、うん、決めていくんだろうけどさ、うん、ああでもね、面白いけど、例えば私はサロンでインド占星術やってるじゃない、うん、お客様はインド占星術やってくださってる方多いんだけど、うん、皆さんインド占星術で出たものと、うん、体占いの、まあ、鑑定書に書いてるアドバイスとかっていうのは、うん、もう面白いぐらい一致する、うん、なるほどね、だから大元は何か同じなんだよ、うん、だから、まあ、そうだよな、西洋占星術もインド占星術も多分風水とかなんとかとかいろいろあると思うけども、うん、その幸せになるための何か根源っていうかさ、大元は私一緒だと思うわけ。そうそう、だからさ、うん、ね、ほら知り合いの占い師さんはこうサイコロを振ったりしてやるわけじゃん、うんうん、あれはさ、そのホロスコープもそうだしさ、うん、一つの、まあ、窓口なんだよね。そうそう、うん、だからそこからどう読み解いていくかっていうところであってさ、うん、まあ、それをたくさん例えば、いろんな方法を知ってるからっつって、うん、それがさ、うん、優秀な占い師じゃないわけよ。そうだね、なあ、ただパッと顔見ただけで分かる人もいっぱいいるし、もちろんもちろ ん, もちろん、うん、江戸川慶子じゃないけど、うん、眠ってていろんなことをね、うん、宇宙のいろんな情報を引っ張ってくる人もいるわけだからさ、そう、つながる一つの窓口なわけよ、うん、だからインド占星術を通してつながって私は伝えるし、うん、体占いという一つのものを通して伝えるしっていう、そうなんだよね、うんうん、だからいろんなあの占い師をさ、うん、はしごしてさ、いろんなこと聞いてさ、うん、言ってもそれも仕方がないことなの。だから占い依存にはなってほしくないね、うんうんうん、やっぱ主体は自分だからな。もちろんもちろん、うんうん、
だから自分がどう生きるか一つその羅針盤みたいなもんでさ、うん、まあ例えば、真っ暗な海の中でさ、うん、どっち行っていいか分かんないというふうな状況の時にさ、うん、東西南北が分かればさ、ね、またコンパスだよね、うん、そういった意味合いであってさ、うん、でもそのもう船がさ、うん、故障してたらさ、うん、これはもう行こうにも行けないんだから、うん、もう流されるしかなくなってしまうわけでしょ、うん、うん、そうだね、うん、だから最後もちろん決めるの自分で、うん、でも何かとつながっていて決めるのと、うん、わーっとした中で決めるのとやっぱ違う、そうそう、パニックになってしまってると大体間違った決定しちゃうからな、何かとつながってきちんと正しい情報のもと、うん、私は決断するべきだと思う、うん、うん、そうなんだよね、だからまあ直感力というかさ、うん、それ磨くのが一番いいよ、そうだからこれも、都合よく直感ね、うん、この時だけひらめきてってそういうわけにいかないからね、常にやっぱりね日々エネルギーをきれいにしてるってことが、ね、うん、大事だと思います、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。